何？目が反抗的なんだけど。卑怯な。というわけで、明日からよろしくね。名前を名乗るときは宇津木恭平。はい、よくできます。私は折原誠。じゃあ改めて、明日からよろしくね、恭平くん。よろしく。とりあえず10時にここに来てくれる？遅刻厳禁。おやつは500円までね。今度また覗いたらその場で即刻通報するから覚悟しておいてね。あんた、なんで電話に出ないのよ。遅かったわね。事故にでもあったのかと思ったじゃない。余計な心配させないでよ。学校には慣れたかい？頼んでた化粧品買ってきてくれた？ガールフレンドはできた？あんた、アルバイトは？それにしても大きくなったわね。ポケットしてないで、さっさと食べちゃいなさい。お風呂沸かしてあるからね。布団は出してあるから自分で勝手に敷いてね。おじいちゃんはまだ帰ってこないんだよ。10時に駄菓子屋で。10分前にはついてたよ。あんまり早くても悪いと思ってベンチで待ってたの。どうせ寝坊でしょ。可愛い女の子との待ち合わせが楽しみで見つけなかったんだよね。失礼な解釈で勝手に納得するな。あれ、そういえばどうして僕が大学生？推薦や就職、専門学校の可能性だってあるじゃん。推薦取れるほど賢そうじゃないし、就職できるほど賢そうじゃないし、なんかこう賢そうじゃないの。まあ大学生なのは先輩、そっちは高校生ってことか。だったら少しくらい中央覗きをするような年上を、まさか敬えと。もういい。
体的にどこを探すかについては決まってるの。もちろんよ。作戦で言うとちょっと大げさかもしれないけど、一応考えてはあるわ。歩いた道は大体把握してるから、そこをなぞるように歩く。平然としてられるな。夏なんだから暑いのなんて当たり前でしょ。空気は美味しいし、空も綺麗だし、適度な運動は体にもいいし。適度な運動も適切な環境で行わないと逆効果だぞ。つべこべ言ってないで、ちゃんと探しなさいよ。自分の立場分かってんの？これじゃあ何のために連れて歩いてるの？犬の散歩みたいに言うな。まで行ったら少し休むわ。分かった。せめて飲み物を買わせてくれ。分かったってば。あら、どうも。これ作りすぎちゃって。いつも悪いわね。おいしくいただくわ。そういえば聞いた？例の女の子の話。聞いたわよ。まったく物騒な話よね。ちょっと、さっさと駅まで行って休憩するんじゃなかったの？そっちはどうだった？さすがに声かけるわよ。私も喉乾いてきちゃったし、早く行きましょう。暑いのは平気なんじゃなかったの？暑くないなんて言ってないでしょ。昨日は聞きそびれたけど、結局バンさんとはどういう知り合いだったの？自殺じゃないか、なんて噂もあったらしい。そんなわけあるはずない。おばあちゃん、あくまで噂だよ。司法解剖の結果も心筋梗塞だったそうだ。中の駄菓子はそのままなんだよ。そんなに気になる？いつかは片付けられちゃうだろうし、みんなら今しかないだろう。すぐに帰ってこれる場所でもないし。そんなこと言って盗撮用のカメラでも仕掛ける気なんでしょ。んなわけあるか。どれだけ信用ないんだよ。それでこの後のご予定は？私の予定を聞いてどうするつもり？いちいち失礼な先回りするな。男は狼なのよって、ピンクレディーよ。いつの時代の話だよ。いつの時代でもそうに決まってる。冗談はこの辺にして、まずは駅の周辺